皆さんこんにちは、しおです。よろしくお願いします。ということで本日はですね、 X ライブパーク、まあこれが発表されたことによって、まああるかなとはちょっと予想してたんですけど、実際に来ましたコトナマンモンスターストライクコラボですね。はい、まあ同社 IP コラボになるので、まあ来るかなとは思ったんですけど、案の定来ましたと。はい、でどこまで復刻するかっていうのは僕も全部をね詳しく見てるわけじゃないんですけれども、今回まあね、音嫁だったり鬼滅だったり進撃だったり、いろんなコラボをね、あのきっかけに始めてくださった方っていっぱいいると思うんですよね。だからまだモンスターストライクコラボっていうのを体験してない方も結構いるんじゃないかなと思っていますので、まあ今回モンストコラボが初だよって人向けに、どういうキャラがいて、まあどういうキャラが今でも使っているのかっていうのを中心に話していこうと思います。はい、で見てください、これキャラが多いんですよね、めちゃくちゃね。めちゃくちゃキャラが多いので、まあその各ページごとに、まあこれ 1,2,3 ページ今回はピックしてきたんですけど、ちなみにこれで収まってないですからね、まだ他にもキャラいると思うんですけど、はい、まあガチャの部分だったり降臨の部分だったりで、まあ注目しておきたいキャラっていうのをね紹介していこうかなと思います。はい、じゃあこのページだと、まあ触れても5体ぐらいにしようかなと思ってるんですけど、ウリエル、はい、ウリエルまず先に触れておきましょう。まあリーダーとしての採用をね、俺そこまでした記憶はあれからないんですけれども、まあ純粋にウっていう文字が強いですね。ウっていう文字がすごい強いんで、まあ友情コンボ発動しなくても、まあ文字としての強さで押していけるかなっていうキャラにはなってます。うん、ただそれでもめちゃくちゃ完璧、ほんと強いってならない理由は、やっぱチェンガ弱体っていうのがね、刺さるところがピンポイントすぎて、そこまで使ってこられてないって感じですね。まあ、最近だともうチェンジマスなんて本当に見てないので、まあそうなってくると弱体の部分しか活躍できないってことで、まあ多少ギミックが違ってもウダから連れていくみたいなシーンはあったものの、バチバチやっぱウリエルいると楽になるみたいなクエストはなかったです。ただおすすめの高いウリエルはウなんでね。はい、次、まあフレードしたらここですね、ソロモン。はい、まあこれは友情コンボありきで爆絶強力な攻撃になってしまうので、友情コンボをなく考えると超絶強力を単体に1回のみになってしまうんですね。ただこいつの強いところはソとカを持っているので、ウ、イ両方の軸でね、パーティー編成のサブとして使うことができるんですよね。なんでまあ採用率は結構高めです。はい、まあなんで高いかっていうと、まあ直近で来やすい弱体ガード持ってるのに加えて、これスーパーシールドブレイカーだね。スーパーシールドブレイカーがやっぱそのシールドの隣にね置きやすい文字じゃん、ソもカも。なんでまあカー持ってることによって、さらにスーパーシールドブレイカーであることによっておすすめ度は上がっております。ソロモンは大当たりだと思います。はい、じゃ次触れるとしたらどっかな、この中で言うとノア。はい、結構さっきのウリエルだったり、まあ、ウリエルは違うか、ソロモンとかそうなんだけど、友情コンボで連携を取った時にやっと爆絶強力が出るんだよね。でノア違って、これ友情コンボの前に爆絶強力な単体攻撃を行ってくれるんですよ。でこれ火力が結構高くて、なので割と使うシーンは多かったです。ほんと使うシーン多かった。でまあハが使えるんでね、ノだけじゃないっていうので、まあ一応イジクウジクどちらにも対応してるし、まあイジクの方だったらハはまあぼちぼち使いやすい文字になってきますので、でかつ弱体コピ ー、ここが良かったですね。ノアはねコピーもらえてるのがすごい良かったって思います。なんで、まあ、ノアはおすすめします。だったら嬉しいです。はい。じゃあ、まあ、X も触れたいですけど、まあ、X 飛ばして、パンドラ。はい。パンドラ、まあ、超少ない。前の動画なんかで言ったと思う。ああ、ごとよめの時だ。ごとよめの時にスーパーウォールブレイカーね、全然いないよって話したと思うんだけど、まあ、その数少ないスーパーウォールブレイカーの一体ですね。はい。まあ、それゆえに、スーパーウォールブレイカーっていうね、ウォール割役で連れていくことが多々あったりするので、まあ、パンドラは優秀なシーンが多かったですね。他コラボで硬いウォールが出てきたとこともね、ってとこでも、やっぱこのスーパーウォールブレイカーに頼ってパンドラは使ったシーンが多かったですね。はい、なのでまあスーパーウォールブレイカーとかウォールブレイカーが少ないってなったら、パンドラは結構救世主になってくれるんじゃないかな。はい、でまああとまあ触れたいとこって言ったら、一応エクスカリバーマナーって言って、まあ、モンスの一時期顔ではあったキャラたちなんですけど、モンスで言うとこれもうバカ強いんですよ、この2台とも。なんですけど、コッタマンの方では、そのモンスとコラボ期間中のクエストに去って、それ以降はそんなに出勤率なかったかなって感じになってます。はい。で、まあ、カムイ、触れときましょう。カムイはね、一番最初かなに、多分モンストのコラボやった時に出てきたと思うんだけど、まあ、長く愛され使われてますね。純粋にやっぱ、カって文字が強いのと、4文字以上で雑に出せる。で、かつ、弱体シールドブレイカーにバリア貫通。
はい、このあたりが、まあ、採用理由になってるんでぼちぼち強いです。はい、坂本龍馬、前回か前々回のモンストコラボの時に、情報修正、うん、ことのきの加護をもらってるんだよね。でそれによってコピーガードを持ったおかげで、まあ、三四五右衛門だったりで使うことができますと。はい、まあもう一つの推しポイントとしては理が使える、まあ意外と坂本龍馬両方もらえてるんだよね。うん、なのでさ、理で結構汎用性が高いっていうのと、まああと火で毒耐性100っていうのがそこまで多くないので毒リーダーとしても採用のことがありますよというキャラになってますと。はい、まあここちょっと降臨まとめなんですけど2ページ目に行きましょう。はい、まあ絶対に作ってっていうか絶対に取ってほしいのはイザナミ。はい、イザナミの通常の方もそうですし、イザナミ回の方もそうね。うん、やっぱつなぎ文字っていうのは絶対に作っといた方がいい。降臨でつなぎ文字持ってるっていうのは本当に優秀になってますので。はい、あとはノンノですね。ノンノはノとンが使えるんですよ。これは前回配られたんだよね。確かね。配られたか、なんかちょっとやったか覚えてないんだけど、うん、なんか降臨系でもらえるキャラになってます。ガチじゃないです。うん、なんで、もらえたらちゃんと育てておきましょうと。ンが使えるのはすごい大きいのね。はい。で、まあ、高難易度になってしまうけど、刹那。これもまあ、使うシーンは多かったですね。めちゃくちゃ強いわけではないけど、まあ、十分やってくれましたと。はい。で、絶対作っておきたいっていうと、やっぱ降臨系は強いですね、モンスト。うん。どれもやっぱどっかしらで刺さるような性能してますし、特に始めたばっかで最初の方の魔球とかがまだ満腹になってないよって人は、弥勒、櫛灘、このあたりは絶対作っておいた方がいいです。うん。櫛灘はもう純粋に強い。櫛灘は強いです。うん。やっぱリーダーでこの混乱80っていうのはね、あの古めのクエストだったりちょっと前のクエストだったりやっぱ混乱が出てくることって多々あるので、クシナダは強いですね。クシナダはねすごい使った記憶があります。で、弥勒、弥勒はもうほんと満腹になってようかなって前がサブでの採用も多々あるので弥勒は絶対作っておきたいなって感じしますね。ただ逆に言うとね、マナはねあんま使ってないんですよね僕ね。マナはねあんま使ってないのよこれ。そう、まあ、これ50だからっていう理由がちょっとあるかもしれないですね。50-50だからやっぱね、このね、コトナマンほどね、この50%耐性が信用できないゲームがないんで、本当に、50% 耐性って3人に飛んできて3人全部かかるとか平気であるんでね、50% ちょっと使いづらいよね。はい。まあ、ただ手持ちが少ない人は各属性を入れるリーダーになってますのでね、ちょっと使いやすさがあるかもしれないけど。うん。で、奈落はそんな頑張った割には使ってないかなって感じなんですけれども、まあ、炎上っていうね、耐性を持ってるやつが、そこまでやっぱガチャゲンだったらいっぱいいるんだけど、あの降臨の方ではそこまで多くないので、まあ余裕があったら作った方がいいかなって感じだね。はい、じゃ最後のページいきます。まあここが無課金の方々、美課金の方々が結構注目しなきゃいけないポイントになると思うんだけど、下からいきましょうか。うん、茨城童子、はい、と徳川家康、この2体はですねガチャの星4号枠で出てくるんだよね。うん、でかつ両方とも意を持ってるんですよ。これがね結構いいです。うん、やっぱ意、う、んあたりはもう持ってるだけで強いキャラ認定されるので、これがねやっぱね他のガチャ引いてる間にちょこっと出ることがあるってだけでも十分嬉しいですね。うん、この2体は確保しておきたい。はい、でそれに加えてキー、こちらこれ確かね服90にしなきゃいけないんだけど、そうですね、服90にするとイが追加されるんですよ。これもね割とね最初の方を使ったりします。特にこの後紹介するねルシファーのねクエストとかやるときにキーを採用したりする人も多いので、キーはイが使えるようになるまで集めておいた方がいいと思いますね。はい、でサダン、サダンもね闇のねウォールのところで異軸の構成で使うって時にはただ採用した記憶がありますね。はい、逆にテキーラは俺あんま使ってないね。テキーラクイバタはあんま使ってないんですけど、サタンは取っといてもいいかなって感じしますね。はい、でテキーラとクイーンバタフライはねそこまであんま使ってないですね。で、ルシファー。はい、ルシファーですね。まあ、これ、リーダーとしてのね、採用はね、どん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 減ってきたかなと思うんですけれども、うん。まあ、サブで優秀ですね。やっぱ、死持ってるんで、死っていうところでの採用がすごい多いかなっていうキャラになってますね。うん。で、祝福特性もね、一応、多分、全振りしてると思うんですけれども、キラー系が全部持ってきたりするので、まあ、使い勝手はすごいいいキャラになりますね。でもこう見ると、最近のキャラって、ほんとヒットポイント高いよな。この時、こんぐらいだもんな。まあ、ルシファーはね、降臨で満腹できますので。まあ、妄想してたら結構ルシファー好きな人多そうなんでね、作りに行ってるかもしれないけど。はい。で、これ、初期勢ね。やっぱ初期勢優秀で、坂本龍馬2回目じゃねこれ出てくるの。まあ、そうだね。まあ、いいや。はい。ナポレオン、うん、強い。なんか、余裕感がありますね。その、ザ・モンスターストライクでも神キラーっていうキラーで有名なキャラになってるんですけど、こちらでも、まあ、超神アタッカーになってきますと。
うん、俺これまだ復活の試練を真面目にやるならナポレオン採用するかもしれないってぐらい、まあ、あの神のところだったらあのバチバチキラーで活躍することができますと。うん、まあ、ウが使えて4文字以上っていう条件なしのキャラになってますので、まあ、持って損することはありませんと。まあ、ウの水もね結構増えてきてもね、今度のまあ GIJ がある時はウンディーバとか来るかもしれないですけど、うん、まあ、それがあったとしてもやっぱ弱体シールドっていう組み合わせのウってだけでも価値がありますので、ナポレオンは今でも大当たりだと思います。はい、そしてモンストの星ガブリエル、ガブリエルはもう当時出た時からずっと使ってますね。今でも使います。うん、今でも本当に使う、本当に使いますこれ。うん、やっぱねこのターン攻撃する味方のアタックを強化、最近だとさ同じ戦慄強化とか神種族を強化とかいろいろあったりすると思うんだけど、この条件なし、種族の条件なし、属性の条件なしで、かつ手札じゃなくてこのターン攻撃する味方のアタックを強化、これ2段階なんですよ。これが1段階だったら採用もちょっと減ったかもしれないけど、2段階っていうのは結構やばくて、うん、これはね強い、ガブリエルは未だに強いですね。うん、まだ使うと思いますね。はい、でこの謎の光属性キラー、闇属性キラーね、まあこれモンストの再現になってくると思うんですけど、まあ、光キラー闇キラーが理由で使ったってことはほぼないと思うんだけど、うん、このやっぱ2段階のバッファーとして使えるっていうのと、自身の火力もまあぼちぼち高いっていうのが理由で結構ガブリエルは使うと思うので、まあ、ガブ引いたらいろんなところで採用できるんじゃないかなっていうキャラになっておりますと。はい、な感じかな、まあ、モンスターストライコラボね。うん、まあ、もう何回も何回も来てるんでね、すでに経験してる方は誰が強いとか分かると思うんですけれども、まあ、今言った、まあ、今ピックしてお話ししたキャラたちはちょっと注目して見ておいてもいいんじゃないかなと思います。はい、ただじゃあそれを踏まえてお話しします。あの X ラグパークで、ゴッドステーションがデイ1デイ2両方あるのかな、うん、でそのゴッドステーション何が発表されるか分からないんで、うん、まあそのゴトヨネを引いた後だし、その後あのコッダ祭りも来てますし、ここでモンスト来られても引けないって人が多いと思うんですけれども、安心してください、まあトップ層で戦ってるようなキャラたちはいないんですよ。うん、本当にいたら楽だなっていうキャラは死ぬほどいる。もうやっぱモンスタースレイコラボっていうキャラ自体は結構強めなので、うん、こいついたら楽だろうなっていうやつはいっぱいいるんだけど、もう最前線でこいつがいないとこのクエスト勝てないみたいなやつはこの中にいないです。うん、なので、まあ、だからノーワードの勇気音源神みたいな感じで難しいところをバチッと楽にしてくれるみたいなやつは今のところいないので、うん、一旦スルーするっていうのも一つの手だと個人的には思っています。はい、なので、まあ、期間がどれぐらいなのかってごめんなさい、ちょっと調べてないので詳しくは分かんないんですけれども、あの X ラクパークであるそのゴッドステーションを見たりして、うん、まあ、次のコラボがあるのかだったり、あとまあなんかガチャが発表されるのか、まあ、DJJ だからあんまないかもしれないですけど、うん、なんかあると思うので、まあ、そこのために温存しておくっていうのも一つの手になると思いますので、はい、皆さんで考えて弾いてみてはいかがでしょうかと。はい、ということで皆さん、ちょっと長々とねベバーっと僕がね喋るだけの動画になってしまったんですけれども、ここまで長々とご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、あと Twitter のフォローだったりもねよろしくお願いいたします。ということで皆様、本日はありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。